めてのスタメンということになります。前線を追っていく、そのウェリントンへ落としたボール、面白いぞ、シュートまでいけるか、シュート決まったぞ。渡辺一馬、まさにね、ウェリントンの高さを起点にしての攻撃でしたよね、今ね。そうですね、ウェリントンから渡辺へとつながって、そしてフリーになってシュートという形になりました。そうですね、あの辺渡辺はよく狙ってましたね。少し当時も対応遅れましたかね。そうですね、少しね、高橋裕二、足が止まってましたね。